りっちゃんです。はい、今回はですね、大きなドーナツのスクイーズを作っていきたいと思います。まあ時間はね、少しかかっちゃうかもしれないんですけど、皆さんもぜひ作ってみてください。それでは早速材料はこちら、スポンジ、グラス絵の具、以上です。はい、ではまずこちらの大きいスポンジをドーナツの形に切っていきたいと思います。ちなみにこのスポンジは一個一個がちょっと薄めだったので、2つ重ねて接着剤でくっつけました。はい、まずはね、大体のね、円を描いてみました。とりあえずこれに沿って切っていきたいと思います。むしり取れないかな。あ、むしり取れない。あ、むしり取れるの。むしり取れる、むしり取れる。はい、とりあえずこんな感じで、まあ大体丸に切ることができました。そうしたらここからは、まあドーナツっぽくね、こういう風にここをとりあえず削っていっていきたいと思います。はい、まだねガタガタではあるんですけど、とりあえずなんかタイヤっぽくはなってきました。わかるかな、こんな感じです。次にもう真ん中に穴を開けていきたいと思います。うわぁ、入った、手入った。うわー、ガード。だいぶドーナツっぽくなってきたんじゃない。よし、じゃあもうちょっと整えていきたいと思います。こんな感じにドーナツ型に切ることができました。そしたら次はこちらにグラス絵の具を使って色をつけていきたいと思います。茶色とか黄色とか白の絵の具を使って黄土色っぽいね、何も味がついてないプレーンのようなドーナツの色を作っていきたいと思います。ちょっともう分かんなくなってきたから、こんな感じでとりあえず塗っていきたいと思います。で、今回は先ほど切り取ってしまったスポンジを使って塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで黄土色に塗ることができました。もうこれでね、プレーンのドーナツスクイーズは完成って感じですね。次はピンクのグラス絵の具で上にね、チョコレートがかかってるようなデコレーションをしていきたいと思います。グラス絵の具でね、チョコレートの感じを出そうと思ったんですけど、ちょっと染み込んじゃってぷっくり感が出なかったので、シリコンコークをちょっと使っていきたいと思います。まずはこのシリコンコークをこちらのね、クリームの絞り袋に入れていきます。一旦こんぐらい入ったんで、今回チョコの色ピンクにしたいので、この中に赤絵の具を少し足して混ぜていきます。ちょっとまだらではあるけど、でもピンクにはなってるね。これでやっていきます。はい、こんな感じでピンク色のチョコのようにデコレーションできました。そうしたらまた最後にグラス絵の具を使ってチョコチップみたいなトッピングを作っていきたいと思います。はい、ということでこれでデコレーションは終了なので、乾かして触れるようになるまで乾かします。はい、ということでシリコンが乾いたので巨大ドーナツスライム完成でーす。いやー、結構いい感じにできました。ほら、こんな感じでモフモフって、ほら、こう縦にも潰せるし、まあこう横にした時にこうやって上からもこうやってモフモフできて、まあ、スクイーズのようにほんと気持ちいいし、しかもこれクッションにもなりそうって感じね。これほら、こうやってほらね、ほらほら見て、ほら顔もぴったり入ります、ほら。はい、ということで、まあ、ちょっとね、切ったりするのとか、あと乾かす時間はねかかるかもしれないんですけど、とってもね可愛く大きくしかも便利なので、皆さんもぜひぜひ時間がある時に作ってみてください。それではこの動画が面白かった、作ってみたいと思ったら高評価やコメントよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちら。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。